天皇賞秋ジャックドールの鞍上は雄介に決定に対する競馬ファンの反応集。今年の大阪杯を制したジャックドールは、天皇賞秋で藤岡雄介騎手と1年ぶりにコンビを組むことが分かった。4日、藤岡調教師が明らかにした。昨年の天皇賞秋4着以来の騎乗。藤岡氏は順調です。今までで一番いい状態。ジョッキーには1週前か、当週で乗ってもらう予定ですと話した。無理でしょ、消極的になって逃げれずに負けるのがオチ。はい、負け格。元から勝てたとは思わんがノーチャンスになったな。ちょっと待て、お前らひどすぎるぞ。天皇賞は騎手でどうなるメンツじゃないんだから、ファンの方たちはダメでも受け入れましょう。とりあえず頑張れ。応援してます。藤岡は積極性足りないからな。いいじゃないですか。これは良いニュース、買い目が削れる。決まったからには応援するしかない。頑張れ、ゆうすけ、俺の脳みそを焼き切ってくれ。いいんじゃねって、率直に言うのは変態な俺くらいなのかも。ジャックドール藤岡って語呂が好き。この馬はこの騎手がベスト。これは消極的な乗り換わり。竹さんがドウデュースだから仕方ないけど、また戻すのはどうか。積極的な若手乗せた方がいい気がする。竹豊はドウデュースだからね、兄より枝テルオに乗せてもらえれば。金庫賞の時の藤岡兄は、大阪杯を買った時の豊さんの騎乗とも遜色ないくらいの好騎乗だったから、あれくらいのを再現できれば。安心して切れるわ、こういう時にはありがたい存在。思い切って弟でよかった気もする。今までで一番良い状態でユースケか。上がり最速更新4着の悪夢が再び。これはだいぶきついな、パンサラッサがいればなんとかなったやろけど。成功法が通じないのに片押し騎手とは、オッズが100倍なら全力で買いたいけど、まあ15-20倍でしょうね。クリンチャーで覚醒しかけた藤岡に、中途半端なことしないで腹くくって思い切っていけ、応援してるぞ。頑張れお兄ちゃん。息子乗せるんなら、こんな早く発表しなくてもいいんじゃね？ルメールも川田も竹も騎乗予定馬が直前回避で開くかもしれないのに。息子だったら抑えなくても、直前でも間に合うだろうに。厳しい意見ですが、全くその通りですね。今年は藤岡兄にも期するものがあるだろうから、悔いのない競馬をしてほしい。今年の上位人気馬は金量58キロだから、去年とは展開も変わってくるはず。1分 57.0 で走って刺されたら仕方ないぐらいで、正直騎手人生最後のチャンスだと思います。腹くくって挑む覚悟あるか。勝てなくても馬主や関係者を納得させる騎乗ができるか。ある意味注目ですね。去年自分が降ろされた理由もわかってるだろうから、そこで今回どういう騎乗するのか興味はあるな。藤岡に、今回が最後のチャンスかもよ、腹くくって頑張れ。なんでって騎乗多いし、イラッとすること多いけど、イズリュー見てからなんか嫌いになれないんだよな。めちゃくちゃいいやつだからな。思い切ったではなく、開き直った騎乗をすると公言してくれるのなら勝っても良いんだが、中途半端なレースするなよ。色気出さず、行くなら行く、去年の二の舞になるなよ。やっぱり息子は可愛い。短期免許の外国人騎手、おらんかったんすか。おわた。勝春のセロや。なんでやねん。最低限この馬の競馬をしてほしいね。本物のペリエを呼べよ。あとは構成ミュラーとか。そもそもこの馬そんな言うほど強くないだろ、去年叩きすぎやで。もう鼻取って逃げろ。それしか勝ち筋ない。レース後藤岡やるじゃんって言わせてくれ。ドヤ顔イズリュー更新待ってます。この極悪メンバーの天皇賞秋勝てたら、どこまでもドヤって言いは全て許される。馬は合ってると思うのに、なぜ G1 になると消極的になってしまうのか。わしはあえて応援します。藤岡の勇姿に期待。なんかまた期待に応えられなくて、皆さんに、めちゃくちゃ言われるんだろうな。とりあえず瞬発力勝負はやめよな。レベルの高いメンバーが集まり、完璧なレースをしてやっと勝ち負けってレベルの馬だよ。藤岡と竹で見た時に、前走とか関係なく藤岡に戻ってよかったっていう人はほぼおらんやろ。言うて去年以上のメンバーやし、完璧に乗ってもかなり怪しい。騎手人生かけて乗ってくれ。結果で黙らせてみろ、このメンバーに勝ち切ったらマジですごい。去年はなんてことしてくれたんだよって心底がっかりしたけど、それで金量差のあるイクイノックス相手に 0.3 秒差はようやっとる。
誰が鞍上でも応援するだけ、大阪杯で豊さんが決めてくれてプレッシャーも少ないだろうし人気しないならやれるだろ。相手は強いけど、男見せろよユースケ。タンク握って待ってるからな。完璧な競馬しても勝てるか？ってくらい相手強いのに完璧な競馬ができる可能性も絶たれた。藤岡さんお願いだから馬を信じて馬の全力を出すつもりで乗ってくださいね。去年みたいな乗り方するなよ。と先もだけど必要以上な騎手叩きはだいぶ嫌いだからここら辺で見返してやってほしいわ。なんじゃそら勝つ気あるの？陣営は、藤岡で勝ったら映画化お願いします。前年のようなぬるい逃げは本当にやめてほしい。今回メンバーレベル高いけど馬券同行じゃなくて、納得するような騎乗を見せてほしい。よく馬主が許したな。藤谷にはこの馬に関してはまずまずうまく乗ってる。天皇賞一回望み通りの騎乗じゃなかったからって不当に叩かれすぎた。馬の成長に期待して番手で折り合って直線足を使うイメージで乗ったけど、思ったより伸びなかっただけ俺は藤谷とジャックドールを心底応援するわ。去年の秋天で変に控えて勝負しなかったの、俺は忘れてねえからな。ゆうすけを待たせ、メンバーヤバすぎだってわら。魂の逃げ期待してます。俺はめちゃくちゃ応援してるよ。頑張って。今回乗せるなら札幌記念から乗せればよかったのに、馬主に反対されたんだろうな。いや札幌から乗ってたら大変なことになったぞ。あんなクソババ誰が乗ってもジャックは沈んでるんだから。そのタイミングでユースケ乗ってたらボコボコどころの騒ぎじゃない。勝てば全てをひっくり返せるチャンスはそうそうない。頑張れ。結局元さやに戻るのね。藤岡祐介騎手にとってはリベンジのチャンスがやってきたのは幸運だね。昨年はペースや馬の特徴を理解してない競馬でジャックドールの鞍上を首になった。もちろん同じ失敗は許されないし、失敗したら騎手人生にも影響するだろう。これはこれで見物だね。大レースになるとわかりやすく消極的な乗り方になるのがなぁ。馬券的には買わないけど今年はパンサラッサがいないので積極的に行ければ。距離とコースともにベストな舞台なんだけど。藤岡優に乗り換わりか。ジャックドールファンとしては竹さんに G1 買ってもらって本当に感謝してるし嬉しかった。でもずっとジャックと藤岡の騎乗見てきて藤岡はよくやってると思うよ。金庫賞も札幌記念も良かったし。むちゃくちゃな言われようだな、ユースケ。まあ去年のレースしてたらみんな怒るわな。チャンスが巡ってきたんだ悔いないように。史上最高クラスの天皇賞秋を盛り上げてくれジャックらしい走りを。